はい、こんばんは。はい。記念すべき、記念すべき10回目です。の北のそばが気を冷えとうなと思ったら半分凍ってました。そうそう。初めて入ったそば屋です。な、こっち。金やな、思ったら、なんかシャリってした、そばが。なんすか、それ、麺茹でて凍らせてたんですか。わからんけど、在庫だからって感じがした。いやだなそれ。今冷やして。大盛りなのもあったよ。シャクシャク言ってる。これ今日どうしたんですか、このエンブレム。エンブレムって。すごいやろ。なん誰の家紋なんですか。古い。これこっち黄色エンブレム、うん。これあれマグプルのエンブレム。ちょっとなマグプルの部品とかいろいろ見てたら、めっちゃ欲しくなってきていろいろ小さなのに。アイアンサイトとかもマグプルの付け替えれんねやろか。すごいね。結構修理で出て、G36 に対応してるのがいっぱいあって。そあの、パーツメーカーなんですか。そう。まあ、銃自体も作っとうけど、うんうん、まあ、もともとはカスタムパーツのメーカー。へー。あ、その、汎用性があるっていう。そう。東京マルイとか。そうやな。もともとはだから、それこそ M4 カービンとかの米軍用にパーツを支給しとった、ほんまのミリタリーのメーカーや。わぁ、それがこういうサバゲーの方のパーツのほとんどだから流用や。まあそうですよね、グリップとか、うん、1分の1、サイズは同じでしょうね。そう取り付ける部分はあれですけど、せやへぇー。撮ったらなんかな、めっちゃ、モダンウォーフェア3のさ、うん、ACR ってアサルトライフルあったやんか。はいはい。あれも知らんかったけど、マグプルの銃が出て。あ、そうなんですか。おう、なんかいろんなな、うん、いろんなアサルトライフルの、うん、ええー、とこばっか、切って貼ってして作った銃やったね、マグプルが。へぇー。ストックは、スカーやけど、マガジン周りは M4 とか。そうなんですね。うん、発射機構が M1 のやつ。あれ、CR6.8 結構好きでしたよ、僕。めっちゃ強いやろ。うん。ほんで、その電動ガンもマグプルから出とん。え ?CR6.8? そう。ほんとに、わ、うん、欲しい。ちゃんとブローバックするみたいで。あ、マグ見とったらな。うん。3万から5万ぐらいですけど。マグプル、ちょっと今調べてみます。マグプル熱い。まあ、iPhone のカバー買ってもた。そんなもんまで売ってるんですか。そう。ちゃんとそのマガジンとかを包んでるラバーの、ええ、同じ材質の iPhone カバーがあって。へ、うん、ま、5色ぐらい出てて、うん、2色買ってもらって、あ、これ iPhone 5ケース買うならマグプル。そう。それ。ちょっと今、皆さんも今これ見てください。うわ、すごい、ね。うん。この間店行った業者の兄ちゃんに1個あげようと思って。え、まず iPhone5? 5やで。おー、うん。これか、かっこいいの。なんかちょっとええやろ。うんうん。フラッグレネードみたいな。そう。パイナップルみたいな。うん。へぇー。それがさ、2チャンネルにさ、うん、マグプルのその iPhone ケースのスレがあってさ、見とったらな、俺のコントローラーと一緒にブリードするらしいねやんか。この油なんなんとか言って殺到しとった。へぇー。マグ汁って呼ばれてる。わっす。
僕ね、今、マグプルって入れて、うん、あの、Google の画像検索してるんですけど、うん、すごいな、これ。改造、なんかいろんなパーツつけまくって。そうやろ元が何か、僕ちょっとわかんなくなっていた。あ、あったあった、これだ、ACR。マサだとか言いますよ。はぁ、すごい。これ。タンカラーみたいなやつやろ？うんうんうん、そう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 。かっこいいよな、長いしな。へぇー。え、これ、でもマグプル本家のサイトってこれ、英語？英語ですよね。マグプルのサイトあって。マグプル .com。これ英語なんですけど。ここでいいのかな？あれ？英語悪かった。え？あれ？多分換気扇回ってるからじゃないですか。やばい。あれや。マグプルミリタリーな話したから、動き出したかもわからん。すごいなぁ、これ。マグプル、あぁ、どっか、あぁ、エアガン激安ショップも、ACR。すごいっすね。サプレッサーかな、これ。穴開きのやつとかかっこいいですね。うん。おばさん、ステッカー売ってるじゃないですか。そうやね。ちょっとカードの締めが過ぎたら買おうと思う。わ、すごい。ほんとだ、次世代 G36 にも対応。マグプルのエンブレム。うん。俺の今このゲームやめようと一緒一緒。これま、あ、でも赤が貴重？ああ、でも黄色のもある。黄色のもあるんだ。うん。へえ、いろいろあるなぁ。ハマっていってますね。普通にマグプルもスポンサーになってくれへん。これ、だって、英語ですよ、このサイト。I can't speak English. あ、よかったです。よかったです。そう、まあ、ちょっと話戻るんですけど、iPhone といったら、ドコモで iPhone 出るんじゃないですか。そうや。ねえ。完全に俺タイミングミスったわ。17年使っとったやろ、ドコモ。うわー、ロングユーザー。やめて。お疲れ様でした。やめしないでソフトバンクからな、うん、あの、番号変わらんためにさ、ええ、本人ですって言って、ドコモに電話させられんやんか。わあ。ほんで、ドコモのなんかオペレーターの姉ちゃん、めっちゃにこやかやねんけど、はいはい、最後にさ、ええ、ちなみにお伺いしますが、iPhone に変えられるんですかとか言われてさ、そうですとか言ったらさ、ええ、あの、本当に一度は長いことありがとうございましたやっぱ好きだお前ってなりそうです。大好きだって言いそうになった。だからね、うちの嫁さん、それ出たから、うん、変えようかなーって言ってるんですよ。来週ぐらいから予約じゃん。うん。それ、今それ何ギガですか？ 32? 32。やっぱ32ないとダメですよね。でも16でも15よって言われたね。うん。まあ、その、多分ね。あ、そうそう、音楽多分入れないと思います。アプリもそんなに入れないんで。今な、うん、俺結構、あの、遊ぶ、なんていうの、アプリいっぱい入れたけど。エロいやつでしょ？うん。ちゃうよプルンプルンとか僕のツイッターによく上がってきてますよだって4ギガしか使ってないもん。ああ、まあその音楽プレイヤーとしてね、そうそう、使わないんだったら多分いいと思うんですけど、うん、だって僕別にあれ持ってますもん、 iPod Touch。 ああ、うん、いいもうそっちに入れたりするから。でも値段そんな変われへんから。あ、そうなんですか。
もうなら真ん中のそれ。もう一個上やんねんな、64GB かな。いや、64はいらんでしょうね。だから64になったからといって別にその、なんですかね、チップみたいな、うん、CPU みたいな感じのもんも別に速くなるわけでもなんでもない。そう、多分。メモリが増えるだけ。だから、iPhone ってあれなんでしょう、外付けの、あれがないんでしょ、ミニ SD みたいな、差し込むの。あ、ないで、ない。ないでしょ、もうその本体のみでの。そう。うん、まあ、いっぱいになりかけたら、iTunes?で、画像落とす。画像落とすっていう感じだな。はいはいはい。絶対ならへんわ、こんなん。まあね。なんかで、ね、なんかでチラッと見てな。5S の、うん、ドコモの iPhone が、はいはい、メモリが2ギガって出とってさ。ええとか言って。外付けがあるんですか、もしかして。わからん。2ギガって何とか。写真撮ったらなくなるやん。いやー、ちょっとは知らんねんけどな。うん。なんか、詳細は起こって報告するわ。iPhone S と、5S と 5C とかなんかあるんでしょ？全然わかんない。なんなんだろうと思って。あるみたい。なんか、何種類か。ほんで、5も撮ったら、5S 買う必要ないでって、なんか。あ、そうなんですか。うん。もう早く、あれやな、iPhone9 ぐらいになったらさ、こめかみに埋め込んでくれへんかな。なんで？もう持つのめんどくさいやん。あれ、なんだったかな、ギャラクシーかな。うん。なんか腕時計が、のなんか出すんでしょ、出たのかな、わかんないけど。そうなんです。よく意味わかんないです。普通ね、本体は本体で持っといて、でそのね、腕時計みたいなのもやっぱりその Bluetooth みたいなのになると、うん、まあなんかそんな感じ。でも結局ね、この腕の範囲でメール確認とかさ、模様の帳みたいな、いらんわ。勝山が好きそうだiPod シャッフルでしたかね、真四角のやつ。正方形、正方形のね、iPod。ああ、ちっちゃいやつ。そうそう、あれなんか腕にはめれるバンドがあるんでしょ。あ、そうなんや、うんうん、そのランニングする人とか。ああ、うん、そうなったら分かるんですけどね、うん、腕時計じーっと見てるな、あいつ何やってんだろうと思ったら動画 YouTube 見とるってね。そんなことするぐらいだったらその腕にバンドつけてもいいですけどね。そっからなんかこうホログラム的に、お前で初音ミクが踊り出してくれた、そうポワッとね上に出てくれた方がいいですよね、うん、すごいな、それは無理やわ。なんとなくわかるわ。まだ無理やわ。まだ無理でしょうね。人間まだ月にも行ってないのに無理や。月行きましたよ。行ってない。あれ行ってないの？行ってないよ。もしかしてあのアメリカの超大きなスタジオ的な。なんとかしてロシアより上ですよ。ロシアじゃあソビエトより。ええ。先行ってまんねんうちっていうもうコマーシャル。うっそ。信じてますよ、僕、宇宙兄弟。だって、それから何年、50年ぐらい経ってさ、うん、宇宙ステーションまだ大気圏の中やろ、ね、ああ、そうなんですか。そうやな。100パー行ってる。まあ、あの時一回月行ってたら。消される。やめ。FBI に消されるもん。あれから50年だからもう一回ぐらい行っててもいいですもんね。そうだね。猿しか行ってない。火星送り込んで帰ってきたら死んどったんじゃなかった。行けとったんやろ。わかんないです。なんか金魚とかいろいろ言ってますけど。まあ人はそうそう簡単にガンダムみたいに宇宙には行けないですよ。酸素ないんです。
酸素代を、うん、あのなんかあと、うん、あと30年かぐらいは、うん、スペースシャトル以上のもの作らへんって言って、なんで NASA が言って、NASA というかアメリカが言って、うん、ほんでスペースシャトルも今どんどん現役引退していってるやんか。はいはいはい、はい、だからああやってあの宇宙と地球行ったり来たりする手段が、繰り返し使える手段がなくなんねん、もうすぐ。ああ、そんなもんホワイトベースあんなでかいので行ったり来たりとかさまだまだよ。へえ、もうあの古い SL を飛ばした方がいいんじゃないですか。まるちゃんすごい滑走を作ってね、なんかノットだったら全員バターなんでしょ。結論メーテルの中身怖いんですよ。そうだ、知らんわ俺。あの服の中確か ないんじゃなかったかな。あ、そうなん、スカスカじゃなかったかな。なんか、顔だけだ。よくあるじゃないですか、懐かしのアニメとかいう番組、うんうん、あれでたまに会った時になんか一回、顔だけってあれやな、ゆっくりレームみたいな。何十やん哲郎とのキスは何だったのかっていう、ね、全然知らんわ。よし、そろそろ行きますか。行きますか。じゃあ画面切り替えていきますよ。よっしょ、とりあえず A 部屋引いてゴールド狙える部屋。リュウさんはスチール取ったら死ななかったな。うん。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。あれ？お。あのね。本編が映ってないっていうね。何が？おかしいな、さっき映ってたのにな。スイッチ？うん。今ね、切り替えたら映ってないんです。こんだけもう20分ぐらい動かしてんのにね。あれれれれれれれ、真っ暗やった。真っ暗でしょ、おかしいな。いや、今パソコン閉じたの。ごめんなさい、わかりました。まもなく始まります。いつから？いや、これ、はい、どうやろう。まあいいや、明日同じことまた喋る。あ、はい、OK です。お待たせしました、すみません。いいよ。もう一つ重要なプログラムを起動してなかったんです。うん。あ、OK です。よし。さて。これ出なかった？いや、大丈夫です。撮れるのは撮れてます。うん、今映してます。OK だ。OK だ。ああ、今のブラックアウトしてる時間カットしたいな。いや、そっから行こう。そうですよ、もうトーク。なる、そば凍っとったのかな。嬉しい。大丈夫大丈夫、取れてます、取れてます。行きましょう。わ、ちょっと待って。そっか、左いますよ。近い近い、遅れた。
わぁ、そっちまあ、ちょっと、真ん中行くんやなんで。そうすんだ。待ちよ、待ちよ。マスター、もう一個。おるよ、おる。家の方に、中に。おぉ、おいちょ、あ、しまったすげえ無謀なことした俺今。首でられる。あら、亡くなりになられたのかな。エネミースポーティング。おお。死体が落ちてきた。ああ、いた。ちょっと待って。一発目で今日これ。わあ、ちょっと。わあ、ダメだった。あ、そっちか。いた。オーケー、何したいのこれ。絶対ない。やり。あ、こっちもしてくれたらね。あ、ほんとや。ここに待ってます。落ちたよ、拾って。取れる？取れたね、オッケー。あ、ごめん。I've got you。そこの奥やってください。しますあっとどうしよう。
れ、守れやった。ガーディアンが。またスタンドオフか。いいよ。何でも入れようか。いやいや、いいでしょ。久しぶりに刺されたんじゃないですか。全然壊わないわ。一昨日ぐらいに言いましたね。変わりますか。わざ、ほら、見て、今キルレ10。Friendly UAV inbound. Watch out!
あーやられた、フラッシュバンクラってやられた、ちくしょう、わわやばいやばい、刺されたうまい、うまいっていうかあれか、うん、ファインダーだ、マスク欲しいっす。やばい。ああ、動かねえ。ああ後ろ。そう。ああめっちゃ追いつかれてる。痛かったなぁ、全然ダメだった。無
おぉ。そんなとこで、キモイもストーリー取った語れへんわ。カムバックじゃなくて、わあリベンジ一つも取れない。そう。スチールは取れた。あ、スチールは取れました。あ、でもいくつだった？ 見られてたね。おお、あファインダー。あれ見られてるな今。Contact! Ah, don't wait. Ah, wait, 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 wait. Sniper, get down! Cox! Encounter UAV inbound. Friendly hunter killer drone deployed. え？なんでこんなとこに3人もいんの？スナイパーか。いるいるいる。ドあれとリロード。ちょっとそっちのリスキープしておいてください。なかなかいいの出ましたよ。シューター！え？ステルスです。うおぉ!3 本刺さった。ああ、壊された。何の仕事したのか。
ビリ。これ。そこにも右下におる。います。うわっ！あらららららら。いた、ここにいた。降りてくる。水泳だった。何かな？あのセントリーは壊される。ああ、壊されたか。おぶねー。2階か。ああ、ここの窓でした。そっちか。あ、すごいよ。何やってんの俺。
お、なんだこのレティクル。パックはパンチ。あ、ほんとだ、明細もそうだ。ラップって書いてある。パップやったっす。あ、鉄道とか出てる。俺認証切ってんねんけど。いや、昨日あれじゃないですか。BF した時入れたんじゃないですか。あ、そうか。うんうん。なるほど。せっかくやったそれやから。うん。たまにはやっとかないで。うん。ならへんっていうな。わあ、ダウンヒル。そっか、こんなのあったな、ダウンヒルとか。ダウンヒル結構好きやわ。うん。文化ズマだみたいな。左におるよ。左。あ、やってきた、やった。味方がやった。伏せてんの？あ、伏せてる。よいしょよいしょで伏せてる子いるな。こうでした。そこで死んだもん。あー、早っ早っ早いな。
どうしよう。あの軍団がこっちに来るから3人ぐらいそっちから来る。うまい。え、あ、そんなに余裕があった。取れなかった。カウンターか。下手くそ、ダメだな。ダメだったー。何この試合すごい手汗がかいてる。思ったらこの分割とずっと一緒に食べるわ。分割？あ。休憩しましょうか。いやしかしボディーガード。いい仕事しますね。あれでしょ。つけたような話題展開。この前話したやつでしょ。うん。シール作ってくれた、送ってきたわ。ねえ。うん。ね。貼ったんですか？それ送られてきたの。え？貼ったよ。貼りました？うん。ドン。見せてくださいよ。
った感じで、ドーン。あ、出ました、出ました。すごいすごい。遠目から見たら、うん、なんか八頭人でも何かいるかわからんっていうぐらいがめっちゃちょうどいいわ。オレンジの枠のも一枚作ってくれとってんけど、はいはいはい。ちょっとそれはあのいかにもな感じだったから、中二っぽかったから、別の機械に使うとして。はあ、いいじゃないですか。めっちゃ気に入ったわ。はい、性能が上がるわけじゃないね。ボディガレージドルフィーさん、皆さん検索してください。親身な対応してくれるわ。いいでしょ、おまけが必ずついてきますからね。発注から完成まで1時間半やったから。仕事が早いんですよ。迅速やわ。暇ないのかな。忙しいんですよ、社長。夜暇ですけど。僕もあの表札頼むみたいですよ。いろいろね、試行錯誤してくれて。そういえば俺、現地に貼ってって送ってきた発電機どこ行ったんやろ。どうしたわ。ダメですよ。貼られ、あれ貼るって言ったら、もう半分貼る。嘘。私が飲んでんぞ、今。いいじゃないですか。可愛い、可愛いじゃないですか。ミックミク。ちょっとさ、うん、え、初音ミクの放送に切り替えます？切り替えてるな。仕事中サボって見てるから。あのな、何やったかな、東京マルイの、はいはい、電動のサンドバッグの、うん、USB と、はいはい、ガスの57。うん。ちょっと、どっちかちょっと、不足気で買おうかなと思ったんだけど、どうも。USB。USB。うん、まずね、あの、57ガスっていうところが。ガスでもちゃんとあれやね、ブローバックすんでて。そうそう、あの、ね、僕前持ってましたわ、それ。うん。あ、ほんま。うん。ずいぶん、ずいぶん、ずいぶん昔ですけどね。電動はやっぱさ、うんうん、性能は安定しとるけど、ギミックがないやん。はぁ。で、この G さんの口、ブローバックせえへんからさ。はいはいはい。ちょっと、ガスもええなと思っとるんやけど。あ、寒なったら打たれへんな。そうそうそう。冬大変なんでしょう。あれ、ガスこう腰にボンベ下げてできないですかね。じゃああれやろ、その一定量は入るけど、うん、冷えるから膨張せえへんから、ああ膨張というか圧縮してもその後膨張せえへん、うんうんうん、ガスボンベを取ってもっていう問題じゃないんじゃん。コックつけてなくなったらシューって入っていけばいいのに。大変ですかね、うん、常に一定量供給し続けるっていうね。東京取ってや、求め通して多いんじゃん。あの警官の銃についてる紐みたいに多分すごく邪魔になると思う。あのビヨンビヨンって伸びるやつで作んないとダメですね。電話線、電話コード。そう、電話コードみたいなやつ。あれ買ってくださいよ、あのバイオハザードのサムライエッジ、クリスの、うん、あ
でかそうやん、ちょっと。でかいでしょうね。うん。でも、この、あれ、なんだったかな。コルト44ですかね。マーク23ちゃう。23ですかね。でっかいの。うん、ああ、デザートイーグル。ああ、デザートイーグル、デザートイーグル。デザートイーグルでかい。あれ、でかい。うん、でも、電動ガンさ、東京まで電動ガンが、グロック18と、デザートイーグルと、USB の3つしかないか。あ、そうなんですか。電動のハンドガンは。で中身一緒やねん。あ、側がちゃうだけね。デザートイーグルと USB 一回りちゃうけど、うん、あの、全部、機能一緒やねん。完璧好みやねん。ガス、電動ガン、ハンドガンタイプ。そう。あ、ほんとだ。ああ、でも、グロック嫌いなんですか？いや、グロックもええけど、前、僕、グロック、あまりに形が無骨すぎてさ、その何、上のアッパーだけ取って、金に塗ってまいそうや。金迷彩にしてまいそうやわ。グロックとかレフ持ってましたね。ああ、そう、うん。僕、グロック好きやったんですよ。かっこいいな、ね。ほんとだね。こんだけしかないんだ。だ電動のハンドガンって需要ないねんって、あんまり。まあ、そうでしょうね。ガスの方がやっぱ、ハンドガンは人気あんねんて。ありますよ、サムライエッジ。24,800円。はっか。あ、ほんとだ、これ。バイオハザードの出てたやつと一緒だ。M9。M9 ちょっとかっこいいですね。あ、そうか、これが元か。コルト側。サムライエッジ買ったら、インクリボンが3個ついてくるんじゃん。セーブできるんだ。あ、レオンモデルもありますね。ああセンチネルナイト。写真出たんじゃん。これね、でもね、ここね、2013年完全限定品って書いてます。あ、そうなんや。すごいな。センチネルナイン。拡張マガジンだ。P226。おこの、専用のケースがかっこいいですよ。あの、そうです、そうです。あのね、それこそね、あの、うん、あの、電動ドリルの箱みたいな。ああ、ジュラルミン電子的なやつ。そうそう。ああ、結構いろいろありますね。シグ。シグか。こうデザートウォーリアータンカラーでこれかっこいいね。サンド迷彩。俺も今見とガスブローバックシリーズの方やろ。そうですそうです。それの、ね、下から4段目。デザートウォーリアー4.3。でかい、でかそうやろ、これ。そう、でも、この色いいな、これ。かっこいいな。これなんか、あれやな。このグリップがなんか、蜂の巣っぽいな。そう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 。かっこいいな。これにレーザーサイトつけましょう。めっちゃでかい、めっちゃでかいで、これ。820g。その横にブロックあるやん、G17。はい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 。あ、この色もいいですね。これ2トンか。どっちか選べる。なあ。アンダーレールにライト取っつけれるんじゃん、これ。そうですね、ライトか、レーザーか。うん。あ、でも57もかっこいいな。そうやろ、形かっこいいやろ、57。あれ、こんなんでしたっけ？
ちょっとなぁ。ちょっと待って、BO の独特やねん。57。あ、これも見よう。あ、違う違う違う。あ、これだよ。あ、カップ。これカップ。ほんとだ。カップ。ああ。これ、ええー、なぁ。やっぱかっこいいな、こうやって冷静になってみると。はぁ。57の金明細作るか、自分で。ねえ。うん、スプレー缶買ってきて塗ったらいいやつ。そう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 。あ、これほら、ライトつけた感じが乗ってますよ。ごめん。フラッシュライト。あ、いいや。ああ、かっこいい。なあ。対応オプション。スペアマガジンでしょ？フラッシュライト。わざ、このプロターゲット買いましょうよ。東京マガジン。これ、俺一等店にも容器あるわ。山積みだった。あ、これ紙のタイプと粘着が、粘着のやつがあるんですね。そう。プロキャッチの方、山積みだった。これしかし紙印刷したらそれが。そういうことやな。200円は高いな。4枚並べてコピーしたら。57に。マウントし。ちゃうか。マウント？いや。このライト。ライト？うん。57かっこいいな。57かっこいいですね。あれ、なんか昔僕持ってたのこんなんじゃなかったような気がするな。46からな。ちょっと足りてない。一世代前みたいになってる。B23R みたいな。B23R ってあるんですか？いや、ない。これは、あの、M93、M92 やって、M93 やったっけ ?M92 やったっけ ?M93R の、はい。後継機みたいな形やね。あー。M93R っていうのがあるはずやね。92までだったら、あ、2ページ目があるな。ちょっと見てみようか。あ、グロック26も、え、グロック26、ちょっと違うか、違うな。グロック26。これグリップの半分ぐらい、マガジン。ですね。マガジン抜いたらグリップ半分ぐらい。すごいな。あ、これか。これかな、M92F。ちょっと。ちゃう。ちょっと違う。ちゃう。あれで、あ、ちゃうわ。あの、電動の方の。うん。電動の方の。M93R？ ハンドガン見てみて。ああ、これ？あ、これ？なんかこのハンドグリップみたいなやつ。これが元やねん。この B23R。あ、そうなんだ。ほんで、この M93R あれやねん。ロボコップも使っとってくれ。ああ、ロボコップこれのカスタム使っとって。へぇへぇへぇ。ちょっとだいぶ形ちゃうけどな。だいぶ違いますね。うん、しかも、M93R はフルオートついてもねえやんか。はい、電動は。おー。あ、ほんとだ、フルセミって書いてる。うん。3点バーストやったら買うな。ないでしょ、見たことないな。うん。なんか、特殊なスイッチで3点バーストにするアセンブリあったけど。なんか、はい、女そうだったから、変われへんわ。おお。あれないですね、リボルバーが。あ、あった、ガスリボルバー。あるんだ。これ、ガスリボルバー、これ、弾込めって大変なんじゃないですか。それがいいんちゃう。あれ、次元みたいに、6発カシャってはめれるやつがあるんですかね。あるんちゃう？どっかどれか見て、
対応オプションみたいなやつ。いや、オプションないです。ない。うん。ほんまや。へぇ。これ確かこの薬莢一個一個に玉詰めるんですよね。確か。うん、そうちゃう、多分。電動スライドガスガン。電動スラ。ああ、ソーコムがある。MK23。今ね、電動スライドガスガン。あ、じゃあごめんなさい。固定スライドガスガン。スライドガスね、うん、ここにもデザートイーグルがある。でかいな。かっこいいですよ、倉庫。うまいな。あら、サイレンサーがかっこいい。きりないわ。あ、でもこれも欲しくなるわ。見てたら。カタログラインナップ。2013年5月。M16 ゴルゴ13カスタム。ああ、それね。うん。すごいっすね。もう世界中の殺し屋 M16 使っとして折れへんぞ。ボルトアクションエアライフ。電動版。89式 5.56 小銃。すごいなぁ。え、つびさん G36 だったっけ？シグレ G36、つびさんも G36 か。うん。つびさんの G36 あれどこの G36？ なんかな、あの、東京丸いって聞いたら、うん、中国製ですって言って。お、一緒？でも、うん、あの、サイドレールがついてないねんか、写真見とったら。うん。だから多分、一緒じゃない。別のとこもやと思う。へぇ、いろいろあるんですね。うん、なんか、このテッケラ&コックのパテントモットメーカーがあって、うん、なんて言うか、アレスって言ったかな。そっちのんじゃん。ちょっと高い、多分俺のより。へぇ、うん。あ、ガスブローバックだったらテッケラ&コック MP7 がある。そうやで。ガスか。電動も作ってないみたいな。やっぱ作ってないんですかね。再販セールみたいな。めった見ないですもん、やっぱ。な。電動ガンボーイズ。1万切ってますよ、このシリーズ。ちょっと小さいね。あ、二回りぐらい。へぇ。レールとかも細いから同じの使えへん。あ、そうなんだ。うん。次世代電動ガン、えらい種類増えましたね、これ。なあ、まあ、ほとんど、ほとんどですか。6個ぐらいあるやろ。うん。L の色違いと CQC と H。そう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 。M4 もめっちゃあるしな。ああ。M4 ってついてないやつもな。メシーライフルとかも全部 M4 やからな。ああ、これですね。うん。ネイビーシーです。グレネードランチャーありますよ。そうそうそう。でもなんか3発しか出えへんって言ってたんじゃん。1回のトリガーで。その、何、薬莢み、筒みたいなのがある、カプセルみたいなのが飛んでる。そうそうそう。で、中の弾がばらけるんですか。そうそうそう。おー。
なんかカートリッジみたいなはな使い捨てなのよくわからん。ガチャガチャの玉汎用でできたらいいですからね。ただしあの200円玉じゃないとダメ。一発200円高いな。あの店行って捨ててるカプセルいっぱいよって。ホームセンターの駐車場とか。そうそうそう。横にね、あの段ボールの中にいっぱい玉捨てられてるやつ。よし、行くか。来ますか。よし。ああ、全然スカベンまで届かない。出荷ゾーン。トイレット覗いちゃダメだよ。お、アップリンクミラージュ。俺アップリンクすごい苦手です。俺マップ知らんわ。あ、それあれですか。頑張るわ。クレーン3回目ぐらい。うわ、なんだ？おーっと、気づいてからがすげえ遅かったよ。あ、ちょっとサボった間に電波障害が。ああ。おお。わかんないんすよね。動き方が。うまいんだな。そっち、ああダメだな。こっちダメなのかな。最後にするわこれ。はいよ。始まった。で飛び出したんだろう今。わあ、ここ行けるんだ、知らなかった。
わかんない。どっからどう見られてんのかわかんない。あ、落ちる。もう危ない。さっきまでまともにできとったのに。落ちるんじゃなくて。おお。ほう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 。なるほど。ハスターは CXT、よえよ。あっ。わかんねごめんなさいね。こちらもすみませんでした。雑談しすぎて消えたわ、いろいろ。もういろんなもんが消えた。よいしょ。よかった。ああ、長い。じゃあ今日ここまでにしますか。はい。よいしょ。それではまた。お疲れ様です。はい。お疲れ様でした。